僕は若い頃から PT のすごい先輩たちを見てきました。そんなところも直すのか、そんな一瞬で治るのか、神なのか、驚きの連続でした。でもそんな先輩たちに年収を聞いたら1000万ももらってなかったんですよね。一方で電気と揉み方をテンプレート化した保険でぐるぐる患者さんを回転させている治療院が数千万単位で稼いでるって話を聞きました。めちゃくちゃ悔しかったんですよね。だから僕は臨床がすごいやつが金も稼げるっていう世界を作りたいです。